TMC の評議会で議長を使っているんですね。ちょっと TMC の評議会にございまして、メディカルセンターの、TMC? はい、ね、それでちょっとすみません、本部会議とお疲れ様でした。評議になってんだ、議長の役なんですか、ね、ありがとうございます。以外誰がいるの？あの、まあ、栃木市石本さんの石川先生とか、そこから多くなります。はい、どうぞ。方もやってんだ。はい、会議所、はい、栃木市県。その方が学識の議員さんで、ここも小玉先生が入って。どうぞですよ。ただいまより臨時の記者会見を行います。はじめに福田知事お願いします。はい、皆さんこんにちは。本日第83回栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしましたので、その内容についてお知らせをいたします。全国の新規感染者数はすべての年代で減少が続いておりますが、その減少の幅は鈍化しつつあり、本県においても同様の状況が見られております。このような中、直近の感染状況や医療提供体制への負荷の状況を踏まえ、今後の対応について協議するため本部会議を、対策本部会議を開催いたしました。まず感染状況についてお伝えをいたします。本日午後4時までに89人、県が60人、宇都宮市が29人、合わせて89人の新たな感染者が確認されており、本日までに本県で確認された感染者の総数は93,550人、93,550人となっております。本県の新規感染者数につきまして、今週先週比は1を下回って推移しており、人口10万人あたりでは30人程度まで減少し、警戒度レベル2の水準である25人未満も目前となってまいりました。次に医療提供体制の負荷の状況でありますが、病床使用率は 10% を下回って推移しており、重症病床使用率も低い状態が継続しております。続きまして、新規感染者数の今週先週比の推移について、昨年と本年の状況を比較しました。 年初や年始めや春休み、ゴールデンウィーク期間中に今週先週比が高くなる、すなわち新規感染者数が拡大傾向となっているのは昨年も今年も同様でございます。現在新規感染者数は減少しておりますが、減少傾向は5月下旬に比べればやや緩やかになってきており、昨年は7月以降第5波を迎えることとなりましたので、今年につきましても今後の新規感染者数の状況を注視していく必要があります。
次に年代別新規感染者数とワクチン3回目接種率の推移を比較いたしましたが、50歳代以下のいずれの世代においてもワクチン3回目接種率の上昇と感染者数の減少の関係が見られており、まだ接種率が相対的に低い若い世代におけるワクチン接種をさらに進めていくことが重要であると考えております。以上の感染状況等を踏まえ、有識者会議の意見も伺った上で今後の対応等について検討いたしました。本県の新規感染者数は着実に減少し、ゴールデンウィーク明けに比べて4分の1の水準になっております。また医療提供体制への負荷は低い状態が継続していることなどを総合的に勘案し、警戒度レベルは1、警戒度レベルは1、維持すべきレベルに引き下げます。今後ワクチンの3回目接種と感染により獲得された免疫が減衰していくことや、夏休みシーズンとなる7月以降の接触機会等の増加が予想されること、オミクロン株の新たな系統への置き換わりの可能性もあることなどから、引き続き基本的な感染対策の徹底を呼びかけるとともに、医療提供体制への影響を注視してまいります。警戒度レベル1の期間につきましては、明日6月25日からといたしますが、この期間における県民の皆様に対するお願いについてでございます。適時適切なマスク着用、手洗い、ゼロ密、換気、外食の際は土地丸安心認証店などの感染対策が徹底された飲食店を利用するなど、引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。飲酒を伴う懇親会等や大人数や長時間に及ぶ飲食の実施は感染リスクが高まりますから、感染対策の徹底については特に注意をお願いしたいと思います。続きまして、事業者の皆様のへのお願いでございますが、テレワーク、時差出勤など人との接触機会を低減する取り組みを継続いただきますとともに、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底、 BCP の点検見直しおよび策定などについて引き続きご協力をお願いいたします。次に無料検査についてでございます。無料検査は2つの種類がありますが、社会活動を行うにあたって陰性の検査結果などを確認する自治体や民間事業者等による取り組みのために必要な検査として、原則としてワクチン3回目接種が完了していない方を対象とするワクチン検査パッケージ等を利用するための検査につきましては、6月30日までと予定しておりましたが、国の方針により8月31日までワクチン検査パッケージについては延長いたします。一方、ワクチン接種済みの方を含め無症状の方で感染の不安を感じる方を対象とした感染拡大傾向時等の検査については、感染者数が減少している現在の状況を踏まえ、今月末6月30日をもって休止することといたします。続きまして、ワクチンの接種状況でありますが、6月22日現在の本県のワクチン3回目接種率は全国の接種率を上回り 64% となっております。年代別で見た場合、40歳では代では6割、30歳代では5割を超え、20歳代でも5割が目前に迫る状況でございます。また5月下旬から実施している60歳以上の方や基礎疾患のある方を対象とした4回目接種についても徐々に進みつつあります。
私自身ですが、今年の1月下旬に3回目を接種をしたわけですけれども、私のところにも4回目接種の接種券が届きましたので、7月17日日曜日、モデルナ社ワクチンを使用する県営接種会場である栃木健康の森で4回目接種をすることといたしましたので、お知らせをいたします。次に武田社ワクチンノババックスの接種について、現在は栃木健康の森と小山市のロブレの2カ所の県営接種会場で実施しておりますが、これまでの予約状況から一定の接種ニーズが見られることや、国からワクチン追加供給も決定したことなどから、7月から県北と安息の県営接種会場でも接種を実施することとしました。予約は6月27日月曜日から受け付けることといたします。臨時の医療施設につきましては、現在の感染状況や医療負荷の状況等を踏まえ、今月末をもって県央臨時医療施設を休止することといたしました。今後は感染状況を注視しながら適切に医療提供体制を確保してまいります。警戒度がレベル1となるのは、第6波の入り口でありました今年の1月12日以来、約半年ぶりとなります。これまでの県民事業者の皆様のご協力に改めて感謝を申し上げます。一方、第5波が収束した時のように新規感染者数がほぼゼロになる状況には至っておりません。直近でも1日あたり100人を超える感染者が確認される日もあります。今後感染者数が再び増加することも懸念されますことから、先ほど来申し上げているとおり、引き続き気を緩めることなく基本的な感染対策を継続していただくとともに、3回目または4回目ワクチンの早期接種についてご検討を願いたいと思います。今後本格的な夏を迎えることとなります。マスク着用の考え方に関しては、前回の本部会議でお示しをしましたが、屋外において気温や湿度が高いときには、熱中症防止の観点からも近距離で会話する場合を除いて、マスクを外していただくなど、場面に応じたマスクの適切な着脱の判断をお願いいたします。検討いたしましても、引き続き市町と関係機関と一丸となって、新規感染者数の減少傾向を確実なものとするため、医療提供を確実なものとするとともに、医療提供体制への負荷も高めることがないよう、必要な対策を迅速かつ確実に講じてまいります。以上です。それでは皆様からの質問をお受けしたいと思います。まずはじめに幹事社東京新聞さん、お願いします。6月の幹事社の東京新聞の小川です。よろしくお願いします。私から1点なんですが、知事の先ほど来からの説明の中にも出てくるんですけれども、このところその、減少幅がちょっと鈍化していると、あるいは下げ止まり感もちょっとあるということがあるタイミングで、また東京では少し先週比で増えているとか、あと欧米でも少し新規感染者が増えているというようなニュースも聞こえてくる中で、今回レベル下げるということに至った、大きな要因というのはどういったことになるんでしょうか。はい、ここ1週間を見ても前週比ですと人数が感染者数が増えているという日が増えていると、こういう状況にあるのは事実でございます。しかし現在の警戒度レベルの判断のための指標基準について、医療提供体制の負荷を重点的に監視する目的で昨年11月に改正したもの、これがレベル判断でございますけれども、改正したものでありますが、昨年の11月ですね、感染力は強いが重症化しにくいというオミクロン株の出現によりまして、検査陽性率、あるいは新規感染者数が
レベル3、現在レベル3でございます。であっても病床使用率がレベル1程度になっていると、まあ、これまでの感染者数が再び増加することも懸念されます。そういったことから警戒度レベルを2に維持してまいりましたが、現在の検査陽性率あるいは新規感染者数であれば医療提供体制の負荷は低く、また新規感染者数の減少傾向も継続していけるのではないかということから警戒度レベルを1に引き下げることといたしました。そんな中、一方では一家族一旅行の延長も発表しているところでもあります。警戒度レベル1で不安がなくはありませんが、その中で旅行なども楽しんでいただきたいというふうに思っておりますし、多くの方が本県での旅行も楽しまれればと、楽しんでもらえればというふうに思っていますし、今後県民割の全国拡大をはじめとしまして経済活動の回復にも取り組みを進めていくことを考えております。第6波におきましては感染者数がこれまでのピークの約4倍となった一方で、入院が必要な方は限られる、あるいは自宅療養になるなど過去の波と異なった対応が必要となってまいりましたなったわけでございます。今後流行する株の特性の予測はかもしれない、流行するかもしれない株の特性の予測は非常に難しいわけでありますけれども、変異株等への警戒も怠らず臨機応変に対応しながら、コロナで停滞していた各種事業の実現に向けてもこれを機に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。ありがとうございました。それでは各社の皆さんからご質問をお受けいたします。挙手の上ご質問をお願いいたします。はい、朝日中野さん。朝日新聞の中野です。よろしくお願いします。今回レベルが下がるということなんですが、具体的に県から呼びかける対策とか対応とかで何かこう具体的に変わる、変えてもいい、多少緩めてもいいということは具体的に何か言えるんでしょうか。これまでの県民の皆さん方へのお願いとしては、飲食の際には2時間程度ということをこれまでは申し上げてまいりました。今日は今回は大人数の場合には感染リスクが高まりますので、十分注意して飲食感染防止対策を取りながら、会話するはマスクする、換気ゼロ密ですね、そして認証店、こういうことをしっかりと確認をし合いながらお楽しみ願いたいと、若干緩和されたということ、それからイベント等については変更がありませんし、事業者の皆さんにお願いしていることも変わりはありません。あとは臨時医療施設をやめる、そしてまた疑い検査ですかのについては今月いっぱいにすると、感染拡大時の傾向時の無料検査についても今月で休止すると、こういったところがレベル見直しに伴う変化ということになると思います。わかりました、ありがとうございます。他の方いかがでしょうか。他の方いらっしゃいませんか。よろしいでしょうか。下野三谷さん。下野新聞の三谷です。よろしくお願いします。マスクの着用なんですが、県から呼びかけもありましたが、なかなか外で、屋外でも感染リスクが低い場合でもマスクをしている方がかなり多く見られます。これ改めて県としてどう呼びかけますかというところと、知事は屋外で感染リスクが低い場面、どういった場合で外されているか教えてください。
まあ、啓発活動については幼児施設、乳幼児施設、それから義務教育施設、高等学校などには引き続き学校を通して呼びかけを強化してまいります。大学等にも大学コンソーシアムなどを通じて呼びかけてまいりたいと思いますし、専門学校等も同様に行ってまいります。県民向けにつきましてはフォーラムなども開催してますので、県のイベントあるいは市町のイベントなども通じながら市町あるいは関係団体の協力も得て、外でのマスクの着用等についての着脱を熱中症予防の観点から的確に呼びかけてまいりたいというふうに思っております。私自身につきましては、なるべく散歩等については外出する場合にはマスクをしないで、散歩に出かけるように、公園などに出かけるようにしています。でもなんとなく居住まいが悪いというしていないと周りがみんなしていてですね、あの人してないみたいな、そう視線を感じるもんですから、まあ、そういう点ではまだまだその屋外でのマスクを外しても生活、マスクを外して生活するっていうことについての理解は十分得られていないというふうに思っておりますので、県庁職員をはじめとして市町の方々 の力も借りながら、率先垂範をしながら外でのマスクについてはなくても、違和感を感じない感じることがないようにですね、特に暑い夏をこれから迎えることになりますので、先頭に立って取り組んでまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、他の方はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上で臨時の記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。お願いします。